今回はこのライトノベルがすごい2021の結果が発表されましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい、ということで、とうとう結果が発表されました。2020年11月の24日ですねにこのラの2021が発売されました。はい、ということでね、まあ、今年一番人気のラノベがまあね、皆さんのファン投票という形で決まりました。文庫部門と単行本ノベルズ部門っていう2部門がありますので、まあ、それぞれ発表していきたいと思います。まあ、文庫部門は、まあ、文庫サイズのやつですね、700円ぐらいので、単行本はあのでかいやつです。1000円以上する高いやつの、部門となっておりますので、まずは文庫部門のベスト10、10位から発表していきたいと思います。このライトノベルがすごい2021、文庫部門第10位、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件でございます。大人気のね、お隣の天使様がなんと第10位でございます。まあ、個人的な予想だとね、もっと上なのかなと思っていたんですけれども、じゃあ一体何の作品がねランクインしているのか、かなり気になりますね。続きまして第9位、第9位にランクインしたのはこちらの作品でございます。プロペラオペラでございます。はい、来ましたね。去年の末ぐらいですかね、第1巻発売されて、今現状第2巻まで発売されているんですけれども、これめちゃくちゃ面白いんですよね。これ書いているのがとある飛空士シリーズだったりビビレインとかの作者の方が、書いていらっしゃる最新作なんですけれども、非常に高評価なんですよね、読者の間だと。ですので、かなり評判良かったんですけれども、まあ、正直このラノっていうものでいっぱい票が入るかって考えた時にそんな入んないとは思っていたんですね。面白いんですけれどもね。ですので正直これ第9位って見た時かなりびっくりしました、プロペラオペラ。続きまして第8位にランクインしたのはこちらの作品でございます。彼女の妹とキスをしたでございます。はい、ということで、ついこの間ですかね、第2巻が発売されて、もう第1巻が発売当初からね話題沸騰の作品だったんですけれどもね、まあ、落第騎士の作者の方が描くラブコメ作品ということで、結構ね僕割と最近読んだんですけれども、序盤だけだと割と普通なんですけれどもね、最後ら辺まで読むと、あっいいねみたいな感じの感想に変わるんですよね、これがまた。非常に面白かったのでね、あ、まあ第8位、結構高いですね。はい、というところでございました。続きまして第7位にランクインしたのはこちらの作品でございます。ジャッキャラ友崎くんでございます。ここに来てね、2019年度の第3位にランクインしたジャッキャラ友崎くんが、第7位ということでね、まあ、去年よりかはねランクダウンしてしまいましたが、またまたベスト10入れでございます。続きまして第6位にランクインしたのはこちらの作品でございます。楽園ノイズということで、個人的にもねかなり評価の高かった楽園ノイズが第6位にランクインでございます。まあ、青春音楽ストーリーということで、かなりねこれ読んで響いた方多いんじゃないでしょうか。まあ、個人的予想でもベスト10は入ってるかなっていう感じだったんですけれども、第6位は思った以上に高かったです。続きまして第5位にランクインしたのはこちらの作品でございます。ママ母の連れ子が元カノだったということで、まあ、大人気ラブコメシリーズ、第5位にランクインでございます。ママ母ですね。現在ねこれがまた第5巻までね刊行されてるんですけれども、まあ、この順位ということはねもうアニメ化しますね、これ確実に。はい、ということでございました。続きまして第4位にランクインしたのはこちらの作品でございます。探偵はもう死んでいるということでね、まあ、去年の末に発売されて話題沸騰の探偵はもう死んでいる、探もしが第4位にランクインでございます。はい、ということでね、まあこの作品もねかなり話題になりましたよね。現在今月かな、第4巻最新巻が発売されるんですけれども、まあ、この順位っていうのも割と納得なところありますかね。それではこのラの2021文庫部門ベスト3の発表に入っていきたいと思います。第3位にランクインしたのはこちらの作品でございます。ようこそ実力至上主義の教室へということで、ここに来てね第10位から見てみますとね、結構新作が多めの印象だったんですけれども、ここに来て超ね、超っていうか結構なロングシリーズ、ロングタイトルの妖術がランクインでございます。結構ねコンスタントにあのランクインしていた非常に人気の高い作品なんですけれども、まあ、今年はベスト3に入ってきたということでね、まあ、物語的にもね2年生編に入りまして、より一層物語が、加速度を増している印象がありますので、やはり順位を上げてきたなという印象でございます。続きまして第2位にランクインした作品はこちらの作品でございます。スパイ教室
でございます。はい、ということで、スパイ教室が入ってきました。いや、これもね、今年の初めですかね、に発売されたんですけれども、かなりこれもね、話題沸騰としか言ってないんですけれどもね、ほんと話題沸騰でね、うん。で、個人的にもね、今年の投票のうちの1票はこれに入れました。うん、ってぐらい、新作の中でもかなり、個人的な評価が高い作品でしたので、まあ、それにしても第2位はかなり高いですね。ということで、スパイ教室が第2位でございました。それでは、このらの2021文庫部門、堂々の第1位を勝ち取りました作品は、こちらの作品でございます。千歳くんはラムネ瓶の中。ということで、第1位を、堂々勝ち取りましたのは、千歳くんはラムネ瓶の中でございます。はい。まあ、今年を代表すると言ってもいいんですかね。まあ、ラブコメが非常に人気の年だったんですけれども、その中でも、ちょっとね、頭一つ二つ抜けてるぐらい人気になりました。千歳くんはラムネ瓶の中が、なんと第1位を獲得しました。ちょっと驚きましたね。うん。結構、まあ、ベストテーマ確実に入ってくるかなと思ったんですけれども、第1位ということでね、ちょっとびっくりしましたね。はい。はい、ということで以上がこのらの2021文庫部門のベスト10でございました。第10位から第1位まで、まあ、こんな感じだったんですけれども、皆さんどう思いましたでしょうかね。まあ、個人的にはですね、やっぱりラブコメ多いねっていう印象ですかね。で、その中でも、やっぱりベターなところが入ってきたなっていう印象強いですね。まあ、新作の中でもやっぱり人気のスパイ教室だったり、タンモシとかね、彼女の妹とキスをした大人の天使様とか、まあそこら辺のところが、まあ順当に入ってきたっていう印象が強かったですかね。うん。で、ちょっと予想外だったのは、プロペラオペラがベスト10入りしたっていうところと、千歳くんが第1位っていうところですかね。うん。まあここら辺はちょっと予想外だったかなっていうところはありました。うん。で、あと、妖術が第3位っていうところですかね。まあこれだけ新作が、軒並み連なっているところに、かなりのね、ロングタイトルの妖術だけが食い込んできたっていうのは、相当な人気があるっていうことが伺えますよね。はい。というところで、このらの2021文庫部門はそんな感じでございました。それでは、単行本ノベルズ部門を発表していきたいと思います。ベスト10で第10位から発表です。第10位、魔女のたびたび。第9位、魔道具師ダリアはうつむかない。第8位、アフミの海。水面が揺れるとき。第7位、嘆きの亡霊は引退したい。第6位、ティアムーン帝国物語。第5位、バベル。第4位、リビルドワールド。といった感じで第10位から第4位はそんな感じでございました。一気に言っていきましたが、コメントにつきましては後でまとめていますね。それでは、単行本ノベルズ部門ベスト3の発表に移りたいと思います。第3位、アンネームドメモリー。第2位、本好きの下克上。それでは、このらの2021単行本ノベルズ部門、栄えある第1位に輝きましたのは、こちらの作品でございます。イシュラ。ということで、以上が単行本ノベルズ部門の、第10位から第1位まででございました。第10位の魔女のたびたびなんか、まさに今人気絶頂のさながの作品だったりしますよね。で、第8位のアフミの海っていう作品は、ここ最近です。2016年とかそこら辺あたりから歴史系のね作品の中だと結構群抜いて人気あるぐらいの作品かなっていう印象が強いですね。うん。で、それからティアムーン帝国物語もかなり評判はいいですよね。で、古宮久慈先生の作品が第5位バベルと第3位アンネームドメモリーっていうことで2作品もねランクインしてるんですよね。これすごいことですよね。うん。そして第2位は全くね人気が衰えるところを知らない本好きの下克上でございました。まあ、去年2020年度かな、このらの2020では本好きの下克上は第2位ということで、またもや第2位だったんですよね。ちなみに第1位はアンネームドメモリーでした。はい。で、そして今年の第1位はイシュラということでね、イシュラは結構聞いたところによるとあんまり売れ行きよろしくなくて、なんか打ち切りになるかもみたいなこと言われてたらしいんですよね。うん。で、今どうなのかわかんないんですけれども、
まあ、今回ね第1位取ったということで、まあその危機もね去るんじゃないかなというところでございますね。まあ非常に面白い作品なので評価されてるっていうのは非常にいいかなと思いますね。うん、はい、ということで今回はねこの欄の2021の結果でございました。うん、皆さんどう思いましたでしょうか。まあ文庫部門とね、まあ、単行本部門と2部門ありましたけれども、まあやはりそうですね、今年の本当によく聞いたところがたくさん入ってきたかなっていう印象が強かったですかね。でやっぱりあの単行本の方ですかね、石浦が第1位っていうことで、石浦って結構こういう人気投票だとかなりいつもね上位にランクインしてるんですけれども、なかなかね売れ行きがよろしくないっていうところで、ね、なかなかそこがうまいこと比例していかなかった印象があるんですけれどもね。うん、まあ、今回はさすがに第1位はねちょっと格が違うかなっていうところで相当売れそうな気がしますね。うん、良かったかなと思いますね。はい、それからそうですね、やっぱリビルドワールドとかアンネームドメモリーとかやっぱここ最近すごい人気なのでね、うん、やっぱそういうところもたくさんありましたよね。まあ普通の文庫部門の方でもそんな感じの印象強いですかね。今年出てきたたくさんのね新作が結構ランクインしていたので、そこら辺もね結構まあ新しくなって良かったかなと思いました。まあ今回はそんな感じでね、ラノベの文庫部門とね単行部門の結果をお送りしていきましたけれどもね、まあ、他にもいろいろ結果が載っているのはぜひともねこの欄の2021買って読んでみてください。まあ、ちなみに僕のコメントもね載ってたりするので、まあ、ぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということでまた別の動画でね他の部門の話はしていきたいかなと思いますので、そちらの方よろしくお願いします。ということで今回はそんな感じでこの欄の2021でございました。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。